デッドロフト3日目はもうずっと起きてて、11時目のほぼ序盤でかかったんで、もうそっから寝たっす電話が他にかかってこなかったの、ホワイトソックス以外は。開始2時間前にホワイトソックスかかるって決まったから、11時目にホワイトソックスの順番まで待ってかかりました。寝ました。起きました。まだ寝ます夢かなとかも思わなかったっすね。別に知ってたの。知ってたって言ったらなんか調子乗ってるみたいになるけど、もう満足やから、かかって満足して、シュ飲もうか飲もうか、遊びに行こうかってか、お父さんたちとはおめでとうかしよう、よし会社立てるぞいいね、忘れたってそれだその話聞こうと思ってたんで